じゃあここにですね、砂蒸しブローを作ります。まず人に埋まってもらわなきゃいけないということでですね、用意しました。人この人をね、埋めましょうこんな感じで斜めにしときゃ埋まったように見えるでしょきっとどうもかまです。シティーズスカイラインズ実況やっていきたいと思います。日本全国をゆるく再現するゆる日本づくり。前回は九州は宮崎県を作りました。そして今回は九州最後の県、こちらの鹿児島県作っていきたいと思います。ちなみに宮崎県は山火事で全焼しました。ついにというかいよいよというか、まあその言葉はね次回に取っておきたいところなんですけれども、九州も最後ということで47都道府県中46まで来たということでセミファイナルと、なっております。鹿児島県といえば皆さん思い浮かぶのは何でしょうね。まあ私なんかはやっぱり桜島、ちゃんとゆる日本でもありますよ桜島。こちらですね、ちょっと標高がまあ桜島ですあとは鹿児島県はまあこの九州本土だけではなくて島はですね諸島もあります。そこら辺もねいくつか今回再現したいなと思うんですけれども、まあそもそもですね、このゆる日本のマップ、日本マップですね、これ、九州一番最南端ここカツカツなんですよ。こっから南側がないと、奄美大島、屋久島そのあたりがないので、ちょっとそれを今回地形変更ツールを駆使して新たに生成していきたいなと思います。ということで、まずはいつも通りですね、町に目印を立てていきたいと思います。池王子怖いな。鹿児島を占拠した池王子軍団、ちょっと不安そうな感じで佇んでますね。ここでいいんですかねみたいな。またネクタイが赤と白と青で派手ですね。床屋かな。はい、じゃあ、高速道路ですかね、やっていきましょう。まずは九州自動車道ですかね。はい、はるか北部の方から福岡の方からですかね、ずんどこ南下してきました。さらに南下をしまして、霧島市の北西、姶良市の北を抜け、そのまま鹿児島市の西側のところまで、ここで終点ですと。お疲れ様でした。そしてもう一つ、なんと前回宮崎県を作った時に日南市でついえていたはずの東九州自動車道が、なんと志布志市で復活するという奇跡が起きます。ここら辺からこんな感じでこう行って、こちらも霧島市のところを通って姶良市のところにありますカジキ、ジャンクションですかね。ここでこうガチャーンと九州自動車道と合流。はい、高速は以上。続いて鉄道行きましょう。まあ何はともあれ、まずはこちらの池王子、これがね、鹿児島市のところなんですよ。鹿児島中央駅という駅ですね。ちなみに鹿児島駅もありますけれども、メインは鹿児島中央駅だね。ちょっと駅作るにしてもちょっと狭いかな。九州自動車道もうちょいこっち側にこう早速修正、そこにドーン、鹿児島中央駅ですね。はい、でここにつながるのがまずは九州新幹線ですね。出水市の東を通り薩摩仙台市、資金が足りません。うっそー、金がない。 GO! みんなの現金オーラにくれ。いいぞー、すごいことあってる税金が高いだの、死体がありますだの、すごいですね。はい、100万突破したので戻します。ありがとうございました。また金に困ったらみんなの現金オーラにくれ、ということですね。はい、こちらの薩摩仙台市、ここを抜けて日置市の北側を抜けていきますよ。傾斜が急すぎる、もうちょっと北側からか。こんな感じかな。これではるか東京からつながっていた東海道新幹線、山陽新幹線、そして九州新幹線、これが一つにつながったと
いうことだね。長い道のりでした。で、もう一本作りましょう。宮崎の方からやってきていた日豊本線。はい。こちらも霧島市、会田市を抜けて、そのまま合流、合流、なんとか合流。はい。つながってる？大丈夫、つながってるね。はい、これで日豊本線も完成ということで、鹿児島中央駅には九州新幹線、日豊本線2つ発着するようにしますと。続いて国道行きましょう。の前に、冒頭で言ったようにですね、このゆる日本のマップ、まあもともとワークショップでね、公開されていた有志の方が作ったマップをこれ使ってるんですけど、残念ながらですね、九州南南端カツカツということで、鹿児島県に属している諸島群が作れないですということで、それを先にもう作っちゃいましょう。地形変更ツールで。地形変更ツールはね、本当に私の生きがいなんですよね。マジで楽しいと思います。あ、ここなんかギリ、こう見切れているちょっと陸がありますね。これがもしかして屋久島なのでは？ただ場所がちょっと悪いので、屋久島、ちょっと移転しましょう。どうしよう、ここら辺かな？この辺りに、あの、隣、なんだこれ？あ、これタンカーか。隣に種ヶ島も作りたいので、ここら辺にちょっと、でーい！種ヶ島もでーい！こんな感じか？やっつけがすぎる。これ、屋久島、種ヶ島。ちょっと場所的にね、おかしいけれども、これやむなしということでよろしくお願いします。そして、もう一つですね、大きな島が鹿児島にはあります。それが、奄美大島ですね。奄美大島も決定的に場所がないということで、本当はね、多分もっと こっちの方ですよね。場所がないんですけど、一個だけ裏技があってですね、奄美大島が全く本来の位置とは違うところにあっても、全く違和感のない方法が一つだけあります。それをやりましょう。はい、天気予報形式。これだと違和感ないでしょ。実際に日本海にあるわけじゃないんだけれども、この仕切りをね、入れるだけで、あら不思議。何の違和感もなくなってしまいます。これが奄美大島。で、こっちがちょっと勢いまで作っちゃったけど、沖縄ですね。沖縄ね、次回沖縄県編でもうちょっとちゃんと作り込みます。さあ、ということで、これをベースに国道を作ってみましょう。国道は作りましたが、土地をかなり盛り上げましたので、海面が荒れるんじゃないですかね。はい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 。あ、でも思ったほどじゃないですね。だいぶ本土から沖合遠いので、そんな影響ない感じかな。はい、ということで、じゃあ続いては町を作っていきましょう。最初は県庁所在地の鹿児島市の方をですね、特区の設定をしていきますと、ちょっともじって、鹿児島。ちょっとかっこよくない？聖なる五加護がありそう。そして、鹿児島市といえばですね、こちらにあります桜島ね。まあ、ゆる日本サイズだとね、見るも無残な、だいぶミニサイズになっちゃうんですけれども、まあ、桜島って活火山なので、まだあの火口から噴煙が上がったりしているので、せめてね、噴煙ぐらいはちょっと追加していきましょうか。はっ。あー、割と後ろの池尾寺が全部持ってくけど、ちょっとちっちゃいか。もうちょっとモクモクした方がいい。まあちょっと小さい気がするけど、まあこれは限界かな。うん、桜島です。そして池尾寺です。で、鹿児島中央駅の駅ビルにはですね、なんと観覧車が乗ってるんですよね。アミュランっていう観覧車。まあ本当は駅舎の上じゃなくて駅ビルだからね、ここじゃないんですけども、ちょっとね、ちょっとでかいかな、でかすぎかな。ちょっとちっちゃくしようか。いいじゃないですかね。はい、アミュラン。あとはでかい商業ビルとかね、オフィスビルとかね、建てていきましょう。本当はね、
鹿児島中央駅の前には路面電車が走ってるんですけどね、ちょっと今回時間とスペースの都合で割愛します。ちょっと狭いね、圧迫感が若干ありますけれども、まあ狭いからね、ゆる日本自体がね、しょうがない。日本ただでさえ狭いのにね、ゆる日本もっと狭いですから進撃の巨人、仕方ないですねこれはね。さあ続いては、霧島市ですね、霧島市には霧島神宮があります。霧島神宮どこにあるかというとですね、ちょっと密集しちゃってるんですけどね、ここね、海老の高原あるでしょ、でここに関の尾の滝があるよね、その近くここら辺なんだよね。ちょっと海老の高原削っちゃうから、ここ空いてるからここにしようかね、ここに作ろう。にしてもでけえな、ちょっと無理だな、ちょっと待って、こうこんな感じ、無理やりすぎる。まあ道はどうにでもなるからな。ちょっと九州自動車道さんにはこちら側に一旦ね、立ち退いていただいて、こんな感じかな。霧島神宮、はい、すごい海老の高原であるのに海老の断崖がススキがたくましく咲いてますけれども、これ霧島神宮ということですね。最近2022年かなに国宝に指定されたということで、おめでとうございます。まあ国宝に対してひどい扱いですけれども、これで許してください。さあ次はじゃあ、南東側にありますこの辺りが志布志市、皆さん知ってますか。まあ結構有名だからね、知ってる人も多いと思うんですけど、志布志市には志布志市、志布志町、志布志の志布志市役所、志布志支所があります。まあ本当すいません、あのゆる日本ではもうそれぐらいなんですけども、本当すいません、ちょっと街大きめに作っときますんで、はい、すいませんでした。あとはそこから南西側、こちら鹿児島市の南の方ですね、こちら突端にありますのが指宿市、難読だよね、指宿。そしてすごいマップの端っこだからもやがかかってますね、もやる池おじ、消えてもらおう。指宿市といえばご存知の方もいるかもしれませんが、砂蒸し風呂というのがありますね。その名の通り砂の中に埋まってで、その砂があったかい温浴効果みたいなね、そんなのが得られる岩盤浴みたいなイメージですかね。それを再現していきましょうか。こうやたら断崖絶壁だな、もうちょっと低くなんないかな、これもうちょっと低くしましょう。無理やり道路を引き下げて、でここを砂浜にしていきます。じゃあここにですね、砂蒸し風呂を作ります。まず人に埋まってもらわなきゃいけないということでですね、用意しました。人この人をね、埋めましょうこんな感じで斜めにしときゃ埋まったように見えるでしょきっといいんじゃない。いやでも本当こうこんな感じ、こんな感じ、うん。でここにこうやって傘を立ててあげると、あーいいじゃないはい、これを何組か作ってあげましょう。シュールすぎるかな、ちょっと。いやいや、でもいいと思うよ。日傘が全く日よけの意味になってないところとかね。うん、すごい素敵だと思います。一番こっち側にいるね、男の子はね、顔半分まで埋まっちゃってからね、砂蒸し風呂を大満喫ということで、多分窒息死します。ああちょっとリゾートなんでホテルとか建ててあげましょうか。リゾートホテル、はい。あ、くっそでかっ、これはちょっと無理があるか。これにしましょう、アパホテルはい、ということで、本土の方はこんな感じで、あとは島の方行きましょう。まずはここにありますもやがかかっている、屋久島ですね。自治体としては屋久島町、屋久島といえばもう皆さんねご存知のあの巨木ですよ。はい、それでは登場してもらいましょう、セコイアですいや本当はね屋久杉を建てたかったんですけども、そういう巨大なね樹齢1000年とかの、杉はないので、代打としてセコイアさんに登場いただきました。はい、ちょっとね屋久杉チックに点在させつつ、まあ、周りは普通の森と
いう感じにしましょう。で、あと屋久島には、屋久鹿っていう鹿がいますね。基本的には日本鹿と同じ系統らしいんですけども、ちょっと独自の進化をしてるっぽいですよ。はい、こちらのレインディアマーカーで鹿を発生させます。トナカイですね。屋久鹿っていうかトナカイですけども、まあまあまあ、ちょっとね、鹿系はこれしかないので、これでよろしくお願いしましょう。いやーもう、うっそうとしすぎて、ちょっと霧もかかっててね、よくわかりませんけれども、まあなんか、ああ、でもそれっぽくないですか？うん。屋久杉感、セコイアで十分出てる気がするな。ちなみに、屋久島町には当然、住居、町がありますけれども、町を作るとですね、そこを行き来するフェリーターミナルやら、専用の公共施設やら作んなきゃいけなくて、大変なのでやりません。ごめんなさい。その代わり、隣の種ヶ島、ここには、ちゃんと集落を作りましょう。そして種ヶ島といえば、JAXA の種ヶ島宇宙センターがあります。それを作りたい。スペースシャトル基地。これ、いかがですか？ 20 万もするけど。あー、でかいですね。でかいけども、バラララはい！おー、種ヶ島、がっつり拡張しましたけども。これですよ、これ。おー、いいですね。かっこいい。スペースシャトルになっちゃったけど、かっこいいよ。で、フェリーターミナルを作って、ちょっと、鹿児島にフェリーターミナルがないので、都合上、長崎の方に行きましょう。はい。あとは、住宅とかを作りまして、種ヶ島用の病院とか、消防とかですかね。作りましょう。はい、OK。これでいいんじゃないですかね。一旦は多分機能するんじゃないかと思うんだけどな。さあ、そして、こちらの方のですね、はい。奄美大島。ここにも作っていきます。奄美大島で一個観光名所を作りたいんですけど、大浜海浜公園っていうね、まあ、風光明媚な海岸の公園があります。やっぱり断崖絶壁になってしまうので、そこはちょっと変えていこうか。こんな感じで階段作って、ヤシの木をこうちょろっちょろって植えて、で、秘密兵器、ハイビスカスですね。こんな感じで植えていけばいいんじゃないでしょうか。さすがにこれやりすぎか？間引いていこうか。で、ちょっと自然保護区の看板をここにこう、ポッて置いとくと、あー、なんかそれっぽい感じ、あー、水没してるけど、まあでもそれっぽい感じになるんじゃないですかね、これでね。うん。ハイビスカスでっけえな。はい。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うん。雰囲気はそれとなく出てれば俺の勝ちだということでよろしいですかね。大浜海浜公園らしきもの、完成です。ああ、いいんじゃない？ちょっと駐車場作るか。駐車場があるといいかもしれないな。ここら辺ちょっとハイビスカスを壊して、ここに置いておきましょう。もう雑草がすごいね。生えてるね。これ消せないかな？何かしら、頑張って。まあまあ、目立たない程度には いけるかな。はい、これで、OK です。あと、奄美には、奄美の黒ウサギがいますね。で、ウサギをワークショップで探したんだけど、普通のちっちゃいウサギがね、見つかんなくてさ、まあ、なのでちょっとしょうがないので、代用しましょう。はい。白いしね。アマビの白ウサギになっちゃったね。島根県作った時のね、稲葉の白ウサギで出てきた、このウサギくんです。あ、でもプロシージャルオブジェクトに電子すれば、これ色変えれますよね。あ、いいね。黒くできるよ。おうおう、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これぐらいのグレーっぽさがあれば、アマビの黒ウサギと言ってもいいんじゃないでしょうか。アマビ大島には、ウサギ飛び出し注意のね、道路看板があるんだけども。まさにこのウサギも今飛び出そうとしているというところをですね、アピールしていきましょうか。めちゃめちゃ飛び出してる。特に奥のあいつ、もう完全に道路上ですね。皆さんもね、奄美に行ったら黒ウサギの飛び出しにご注意ください。あとはまあ、奄美といえばね、海が綺麗だというイメージがあるので、ちょっと海洋生物をですね、これなんだろう。クジラ。いいね。クジラをちょっとここら辺に。ドン。マンタ。ドルフィン。素敵。よし。
大浜海浜公園から見てみましょうか。いる？あ、でも声はしてる。いるぞ。いるいる。イルカの声した。多分どっかにいるぞ。みんないるんだということで。あ、なんか、水没マーク出てるけど。あ、いる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 。いますね。水没マーク出てるけど、これ、どうしようもないよね。水没っていうかそういうもんでしょ。フェリーターミナル、ドーン。本当はここに空港があるんですけど、フェリーで。その方が雰囲気あるから。あ、そっか。こういう作りなんだっけ。そうだよね。じゃあ、この線をちょっとこう、避けて、こっち側に行きましょうか。松江あたりに、島根のね、松江に上陸をしましょうか。奄美から松江に。謎すぎだけどね。まあまあまあいいでしょう。お、サメの通路を通っていきますね。はーい、事故。さあ、あとは公共施設を建てていきます。小学校足りないから作っていこうか。鹿児島市郊外の小学校、この辺りかな。あとは病院だね。はい。あとは消防署と警察署と、あとはまあ郵便局があればいいんじゃないですかね。はい、よし、作りました。あとは森を生やす。これが楽しくてね。ユニフォーム続いてるのが、これのためっていうのが、5割ぐらいありそうな気がする。本当はね、ここの機械島とかもね、あの街を作りたかったんですけども、ちょっとフェリーを作ったりとかいうのもね、煩雑になっちゃうので、申し訳ないけど、今回はなしにします。もう森で埋め尽くす。徳之島とかね、沖の選ぶ島も、そうです。世論。はい。これで鹿児島県は完成です。できました。早速見ていきましょうか。鹿児島市ですね。鹿児島中央駅の上にあります観覧車アミュラン。はい。まあ、ちなみに駅ビルがアミュプラザって名前なのでアミュランだって。そして桜島ですね。噴煙、あ、森を生やそうかと思ったけど、桜島って多分森ないよね。うん、活火山だし、これでいいか。むき出しにしましょう。あえてね。そして、霧島市にあります霧島神宮。さあ、参拝客の皆様は来てらっしゃるんでしょうか。0人と。あれ、誰も来てねえな。なんで？まあ、そのうち来るでしょう。そして、今回、一押しの指宿市の砂むし風呂ということでね。これいいよね。ずっぽりと埋まっちゃって、まあ。はい。ではね、もう満喫してもらいましょうよ、未来永劫。そして島の方に行きまして、こちらが種子島の、JAXA の宇宙センターということで、すごいスペースシャトルが今にも発射しようとしますね。煙が出てるよ。あとはこちらの屋久島町ですね。屋久杉代打セコイア。あの、ちょっとなんかね、屋久杉感やっぱりあるよ。うん、幹が太いことで、そこにいる、トナカイじゃないですよ。これはこれあくまでヤクシカということですね。サンタのソリ引っ張ってそうですけども、ヤクシカです。で、あとは奄美大島をですね、天気予報形式にしてこちらに作りましたということで、奄美大島の大浜海浜公園ですね。うん、あ、南国感やっぱりあるね。ハイビスカスとヤシの木、そして飛び出す気満々というか、もう飛び出し済みの奄美のクロウサギですね。はい、よし、ということで、じゃあこれで鹿児島県は完成ということで、ついに沖縄を除く46都道府県出来上がりました。最後沖縄ですね。次回こちら、ちょっと今ね、雑に地形作っちゃったから、これはちゃんとあの実際の地図をね、重ねて綺麗に作っていこうかと思います。はい、というところで、皆様大変お待たせしました。次回、一応このシリーズ、ゆる日本シリーズ、続きものとしては最終回かな。全部終わった後に最後にね、あの総集編はね、作ろうかなと思ってるんですけれども、新規更新分としては次回が最終回になります。はい。最後の総集編がね、私作るのすごい楽しみなんですよ。ぜひね、皆さんにも見てもらえればなと思ってます。はい、ということで最後は九州新幹線からですね、眺めながらおしまいにしましょう。
よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。